朝日新聞、炎上拡大。相本モトに暴言止まらず。朝日新聞の朝日シセニュが連日、相本モトに対して暴言を吐いているとして大炎上してしまっておりますが、朝日シセニュ以外でもこのように暴言を吐いていたことが確認されてしまい、さらに大炎上してしまっております。この朝日新聞の問題について自民党の武井俊介議員がツイッターにて、 いわゆる赤包帯事件で朝日新聞の記者が銃弾に倒れた時、言論の自由を守る悲壮な決意の書かれた記事を中学の図書館で読み、朝日新聞を買って帰って家で読み返したことを思い出しました。当時の教授がもう失われてしまったとすれば、言論機関としての高根、黄昏を感じずには折れませんなどと批判されておられますが、 こちら、朝日新聞が意図的にこのような暴言を掲載してしまっておりますので、朝日新聞の異常性が改めて知れ渡る事態となってしまっておりますが、朝日新聞にはこのような暴言を吐く前にですね、安倍元首相に対する変更報道について、自社で調査報道を行い、国民の皆様に対し変更報道の原因をしっかりと説明していただき、いわゆる 歴史問題の二の前とならないように、速やかに対処していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。